それでは火を起こしていきたいと思います。平軍のね、海岸にもうその辺に落ちていた流木、これをまず燃やしていきますね。あ、来ましたね。来ました。いい感じじゃないですか、これ。本当に一旦電気消してみようかな。こんな感じですわ。よくないですか、これ。え、いいですよね、これね。超いいじゃん、超いいじゃん。蚊が寄ってこないですね、煙が上がってると。まあ、蚊取り線香も若干焚いてるっちゃ焚いてるんですよ、横にね。画面で合わせるのがここに焚いてるんですけど、それだけじゃない。なんか煙にね、蚊は寄ってこないらしいんですよ。はい、それではね、早速獅子肉焼いていってみましょう。見てください、これ僕がさばいて細切りにした獅子肉でございます。すべて、私ました。塩コショウで食べる獅子肉が一番美味しいと思ってるんで、塩コショウをかけていきます。なんかもうポク、こうやってやってみようかな。ポクポイ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 。冬はこうあったかくしようとして脂肪を蓄えてる状態なんで、すごいね、脂身が乗ってて美味しいんですけど、あんまり脂身がないんですね、夏のイノシシ。てかあんまり好まれないんですけども、まあ、僕は好きですけどね、歯ごたえあって、このちょっとすいません、命をいただきます。はい、ではこちら、ね、ちょっと塩コショウで焼いてみましたんで、いただいてみましょう。うまい。こんな美味しいものが熱いのか。美味しい。やっぱりイノシシは塩コショウで焼くのが一番美味しいな。はい、もうちょっとこのひときわちょっと大きめのやついただいています。もうたまらんすわ。もうアウトドア好きの方たまらん。すいません、本当に自分だけこんな思いして、すいませんね。本当美味しいっすわ。すいません、ちょっとね、ここご覧ください。はい、たった今、玄関先にカニさんがね来ております。これも平軍島ではしょっちゅうっていう感じ。一回ね、あのカニさんなんですけど、あの風呂場に出たことがあるんですね。風呂はやめてほしいな。やっぱね、魚もそうなんですけど、あの平軍島で取れた魚もねそうなんですけど、自分で取って自分でさばいて自分で焼いたり、まあ、調理して食べるっていうのはもう最高の贅沢なんですよ。これぜひ皆さんね経験してもらいたいな。本当にもう平軍だったらいつでもこんなんがねできるっていう。命をねこういただくという、まあ、確かにこの仕留めるときはもう誰もが心苦しい。島の方ももう誰が好き好んでこんなことやるかと、
島のみんなが作物荒らされて困っちゅるけわしらも仕方なくやるんじゃと、誰が好きな子好き好んでこんなことやるかとおっしゃっております。まあ仕留める時は確かにきついです。本当泣きそうというかもう本当にやりたくないですよねこっちも。じゃけど、うん、仕方なくそこは、うん、ちょっと割り切ってというか、でもその代わりこうして美味しくいただくことがせめてものなんか我々にできることじゃないかなと、我々は何かの命をいただいて生きているんだということを忘れずに感謝して、美味しく食べて生きていきましょう。以上どうも山口県が生んだスーパースターブルボンでした。どうもありがとうございました。